どうも、垂れ流し情報局です。ねえ、覚えてる？センターラインの黄色い実線。どういう意味やったか、記憶してます？追い越しのために、センターラインを越えて反対車線に出たらあかん。そやね、それと、もう一つあるやんねえ。思い出した？それとも、記憶の彼方に消えた？もう一つの意味、それは、車線変更禁止。ああ、そうやった、と記憶の彼方から戻ってきましたか？バイクなんかがのんびり走ってると追い越したくなるよね。そんな時は、車線変更をしないで、追い越せれば問題なし。なるほど、車線変更をしないで、追い越すのは OK なんだー、と、早合点したあなたに、補助標識のことも思い出してほしいのだな。センターラインが黄色でこいつがあると、反対車線にはみ出さなくても追い越したらあかんのです。例外として、道路工事などで工事車両や停車中の車両を避けるためにはみ出すのは大丈夫やけど、十分な安全確認を忘れないようにね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。また来てね。ごきげんよう。